八王子のスーパーで1995年に起きた強盗殺人事件の情報提供者への懸賞金が引き上げられるニュースからです。八王子市のスーパーで1995年、アルバイトの女子高校生ら3人が射殺された強盗事件が時効を迎えるまで残り1年となり、解決に結びついた情報提供者への懸賞金がこれまでの2倍の最高600万円に引き上げられることになりました。これは警察庁が公的懸賞金300万円の対象事件として情報の受付を1年間延長することを決めたことに加えて、防犯協会などの民間の団体で構成する捜査に協力する会が新たに懸賞金300万円を出すことになったためです。懸賞金は事件解決の決め手となる有力情報に最大600万円支払われます。八王子スーパー強盗殺人事件は1995年7月30日八王子市大和田町のスーパー南平でアルバイト従業員3人が何者かによって拳銃で殺害された事件です。事件発生からこれまでにおよそ900件、今年に入ってからは16件の情報が寄せられていますが、犯人逮捕には至っていません。警視庁は時効まで残り1年、どんな些細な情報でも捜査本部に提供してほしいと呼びかけています。14年前に八王子で起きた強盗殺人事件、時効まで残り1年となったわけですが、角田さん、有力な情報があるといいですよね。そうですね。懸賞金制度なんですけどもね、はい、凶悪な事件を風化させないという目的で2年前にスタートしたんですよね。で、警察内部には当時情報を絡んで買うのは日本人の心情に馴染まないんじゃないかっていう声もあったんですけども、まあ、見切ったと。で、当初はまあ上限100万だったんですが、今300万になって、今回は民間の協力もあってさらに300万加算されると。で、警視庁の管内ではこの八王子事件の他に2000年の大晦日に世田谷で一家4人殺された事件ありましたね、はい、これもね、検証の対象になってるんですよね。で、これまでの捜査の展開なんですけども、中国で死刑判決を受けた日本人がこの事件に関連のある人物を知ってるっていうような情報をね、まあ、日本の当局も把握をしている。で、まあ、中国当局に捜査協助を今要請しているというようなところですね。だから民間からもこの情報を補強できるような新しい情報がね、提供されて一日も早く解決されると私はいいなと思うんですけどね。事件から時間が経ってるんですけれども、なんとか解決してほしいですね、うん。